はいどうも、こんにちは、ザワと申します。天下の2体験版実況を続きやっていきましょう、ということで。いやー、前回はね、まあ、やっとというか、まあね、なんかありそうでなかったっていうかね、うん。あの、ヒロイン3人とね、主人公を含めて、あの、顔を合わせて話したっていうね、あの日頃もてでのね、くだりありましたけれども、いやー、やっとかっていうね、感じだったんですが、いやー、もう恋愛の話、恋の話になってからやばかったね、もう。みんなの恋愛感がもう絶望的という大丈夫かなみたいなね、感じだったんですけれども。まあね、恋はちょっとわかんないみたいな。恋は知らないんでどうしようもない。で、夕日さんに至っては、ね、そのアナザービューでさ、あの、いや、恋なんていう選択肢は私にはないの、みたいなね。何これ大丈夫かなみたいな状態なんですけれども。はい。で、まあその後ね、夕日さんが、まあ次の日、まあ、またね、あの、再会の時、ね、新幹線の後の再会のね、時のように、まあ、夕方、また寝てるというところだったんですけどね。いやー、まあ、夕日さんに関してもかなり謎が深まっていくんですが、まあ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 、そんな先が思いやられる中なんですが、はい、続きの方を見ていきましょうか。ちょっと長くなっちゃったな。次の日。朝、教室へ入ると、黒姫さんはすでに来ていた。ああ、来てたんだ。まあまあ、次も休む意味もないかもしれないからな。そのことにほっとする。まあでもね、はぐらかされたんだよね、またね。あの、休んだ理由というかね。うん。黒姫さん、ここ教えて、ここ。てか、あの、あれなんだ、みんな追求しないんだね、そこに関しては。あの、なんで休んだのみたいな。ガンガン行くのかなと思ったら、そうでもなかったね。見せてください。これは。もうしかも頼れる人みたいになってるね。もうなんかそういうポジションになったね。他の学生から勉強の質問を受けているようだ。おはよう。あ、おはようございます。自分の席まで行けば普通に声をかけてくれた。多分ここで間違ってるんじゃないでしょうか。うんうん、あー、なるほど。代入ミスってたのね。ありがとう。いえ、私がわかる範囲でよかったです。謙遜するな。そうそう、昨日さ、来ない上に連絡もなかったからびっくりしたよ。あ、ついに、ついに切り込むか。まあ、あの、みんなね、連絡先を交換してないって話だったから、まあ、携帯持ってなかったら、こう、から交換できなかったっていう、あれだったらしいんだけどね。まあ、交換したんでしょうかね、誰かしらかとね。うん。あ、ごめんなさい。連絡したつもりだったんですが。お。あらま、意外とおっちょこちょい。意外なんて、私結構おっちょこちょいですよ。話から察するに、昨日の放課後教室に来たことはみんなには知られてないらしい。まあな。なんで来る必要あるんだろうな。あの、少しいいですか。お、なんか神妙な面持ちですね。休み時間、トイレに行き、戻る途中で黒姫さんに声をかけられる。いいけど、どうしたの？いえ。突然ね。黒姫さんが辺りを見回し、周りに人がいないことを確認すると、声を潜める。昨日のこと、皆さんに話してないんですか？ああ。あ、なるほどね。ケンイチ君がってことね。え？昨日、私が学園に来たことを誰も知らないようでしたので。話して欲しかった？え？そんなつもりじゃ。あ、そっか、今の言い方だとそういう意味にも聞こえますよね。確かにな。そうそう、うなずいたけど実は正しくない。実際は話されたくなかったという黒姫さんの意思を確認するための問いかけだ。いえ、話さなくていいです。皆さんに伝えてないのでしたらそれが一番です。お、言うつもりもないから大丈夫。大丈夫とかそういうのは別に隠し事があるようなあれですけどね、振る舞いですけど。とにかくそれでしたら問題ないです。時間を取らせましたね、ごめんなさい。休み時間も終わりますし、教室へ戻りましょう。一足先に教室へ入っていく黒姫さんの背中を見送る。うん。
なんだろうな。確信した。黒姫さんは自分の行動を隠したがっている。まあね、確信。いや、もっと前から確信してほしいんだけどね。まあ今回のことで、まあ、よりそれが確固たるものになったんだな。無断で休んだのに、放課後に来て寝ていたことが、体裁が悪いからだろうか。どうなんだろうね。ていうか、なんで来るんだろうねっていうところなんだけどね。そんだけ遅れたのに。もうだって終わってるのって気づいてるはずだよね。その、黒姫さんからしたら。授業が全部終わってるっていうことは。それなのに来て、しかも寝ているっていう。なんかもう不審ですよね。それに休んだ理由を追求されたくない。というのもあるだろう。隠し事か。気になるなぁ。お！お、ここでか。あ、しかもまた、あれか。一人のパターンね。じゃあもうこのまま行っちゃいますか。じゃあ一回甘かのグラフちょっと確認しましょうかね。君の甘え度も知りたいな。やばいやばいやばい。レイさんに逆転されちゃう。逆転されちゃうよ。もう 40% 下がってるからね、今。ね、通算で。どうしました？そんなに見つめられると困ってしまいますよ。すいませんね、ね、下の部分を見つめてしまって、パーセントのところなんですけど。やましい意味はないんです。はい、ということで、白鷺市のね、縦町ストリートか。はい、こんなところで何してるんでしょうかね。はい、じゃあ、続きの方を見ていきましょう。今日もありがとう。ああ、そういうことか。あれか、外商ってことかな。立町の商店さんから出て、黒姫さんに礼を言う。いえ、ずいぶん話を詰められましたね。文化祭についての話は今回で一区切り。残りは中間テストが終わってからだ。黒姫さんの隠し事は気になるけど、それを追求したところでどうにもならない。まあな、確かにな。そうなんだよね。まあ、隠したがい、たがってるんだから、まあ、まあ、こっちから追求する必要もないよな、みたいな。だから向こうから折れてくれるっていうか、話してくれるのを待つ、みたいな。それまでこうね、こう信頼関係を積み重ねることの方が重要だよな。今は普通に接する方がいいだろう。黒姫さんはこの後どうする？テスト前なので、文化祭の準備も止められている。あ、いや、ん？止められているか。学園に戻る必要もない。買い物をする予定です。日用品をいろいろ買いたいので。おお、ゆういさんの買い物ちょっと気になるね。ああ、引っ越してきたばかりだし何かと入りようだよな。案内しようか。え、いいんですか？この辺の店はそれなりに知ってるし、黒姫さんも安い方がいいだろ。はい、地元だと少し値が張るのでここで買った方が安い、そう考えてましたから。なるほど。はあ、確かに日用品ならここで買う方が他より安いかもな。休日には隣の県から買いに来る人もいると聞くし、近隣に比べたら充実している。ぜひお願いします。日用品ってことは洗剤とか歯磨きとか。はい、家事に使う消耗品が主ですね。それじゃあドラッグストアがいいかな。こっち近くにいつも使ってる店があるから、そこへ案内する。薬局？いえ、ドラッグストアですね。はあ。案外安いんだよね、こういうところで売ってる日用品の方が。店を見上げて黒姫さんが少しほうけた顔を、ほうけた声を上げる。もしかして、あまりドラッグストアで買い物したことはない？はい。引っ越す前は遠出する機会がほとんどありませんでしたから。あ、そうなんだ。それじゃ、今日みたいなお使いは珍しいんだ。お使い？そうかもしれません。ん？なんだよ。種類、ものすごい量ですね。普段使ってるものを探すのも一苦労です。早速中に入るが、量の多さに当惑している。大丈夫？
もちろんです。そこまで世間知らずじゃありませんし。お、強気。まずは洗剤…洗剤…どうしたんですか。周りを見回し、その物量に早くもおろおろ。上に種類分けしたプレートがあるから。そうですね、下を向きすぎてました。洗剤、洗剤…あ、あそこです。お、あ、安い。あ、でもいつも使ってるものと違いますね。どうしましょう。まあいつも使ってる方がやつがいいよね。うん。売っているものの値段を見ながら目を白黒させたり。歯ブラシの種類多いですね。何の違いが。同じブランドでも型が違う？予備の歯ブラシを買おうとしてその種類に驚いたり。なんか意外な一面というか、なんかいい一面を見てますね。うん、なんか学校の普段のあれでは見れない、生活では見れない感じの。いやー、まあ普通に考えてこう男子と女子がこう一緒になんかさ買い物したりとかしてるってことないからな。しかもこのね黒姫さんとかとね。薬局なのにお菓子やレトルト食品まであるんですね。これも健康に関わるんでしょうか。各コーナーを見て首をひねったりと。うん、お前はね、ケンイチ君は結構今美味しい立場にいることをね、自覚した方がいい。まあ最初から美味しいか。慣れないながら買い物を楽しんでいる。やはり黒姫さんイコールいいところのお嬢さん説は合っている気がする。まあだからどうしたって話でもあるんだけどな。うん。ありがとうございます。ドラッグストアは誘惑の多いお店ですね。危うくあれもこれもと買いそうになりました。その誘惑に勝てたんだから偉いよ。俺は無駄遣いすることはあるし、まあでもね、俺はもう最初から決めてないものだけ買うっていうスタイルの人なんで、衝動買いっていう考え方があんまりわかんないんですよね。うん。まあ衝動買いするとしたら食い物かな。あ、うまそう。あ、ちょっとシュークリームうまそう、買おうみたいな。あ、ちょっと安くなってる、買おうみたいな。なんかそういう時ぐらいですけど。まああんまり日用品で衝動買いとかってないな。うん、どうなんだろう。みんなはありますか。わかんないけど。まあいけませんよ。しっかり自重できたので誇らしげだった。でも本当にありがとうございます。予算よりもずっと安く買えて助かりました。お役に立てたなら幸いだ。丁寧にお礼を言われてしまうとこちらもこそばよい。何かお礼できたらいいんですけど。え、そんな気にしなくていいよ。いいえ、恩を受けたら返す、それが人の道です。何かありませんか。そんな仁義みたいな。これは引き下がりそうにないな。ジュースの一つでもご馳走してもらおうか。そう思って辺りを見渡し、お、あれがいい。あれ、コロッケ夕飯ですか。はい、どうぞ。店先で揚げているコロッケを2つ買ってもらい、1つを黒姫さんへ渡す。お、なんかこのコロッケ後々重要になりそうだな。なんかさ、ちょっとしたことがね、結構後々に重要になってきたりするんでね。なんか、なんだろう。付き合った後にさ、またこのコロッケを食べに来てみたいなさ、そういうくだりありそうですね。なんか製品版とかで。いいね、なんかこういうところ、やっぱ、あれだよな、甘かのの、まあちょっとしたいいところでもあるよな。うん。これ私の分ですか。せっかくだから一緒に食べよう。一緒に。俺はいまいちな反応。またナンパのやつって思われたか。あのテーブルも椅子もありませんし、
お持ち帰りで食べるんじゃないんですか？あたりをキョロキョロと見渡し、首をかしげる。ああ、そういうことか。コロッケは揚げたてが一番だから、ここで立ち食い。立ち食あまり習慣がないのか。おお、もしかしたと思ったけど、立ち食いも慣れていないらしい。大丈夫。この近くで食べる分には問題ないから。なんか、祭りとかのさ、なんかたこ焼きとかさ、よくあるじゃん。そういうのも行ったことないのかな。てか祭り自体行ったことあんのかな。なんかこの、夕日ちゃんはね。そういうなんか催し物というか。そうなんですか？あ、でも、そういうのがダメだったら無理に食べなくていい。じっと黒姫さんがコロッケを見ている。ダメではないです。こういうのも挑戦ですから。発見ね、新しい発見をちょっと大事にしていこう。何か決意をした様子だ。そこまで重たい話をしたつもりはなかったんだけど。揚げたて、まさしくホクホクですね。熱いから気をつけて。あ、行ったそばから、やけどしてませんか？大丈夫、大丈夫。ほかほかを食べるのが美味しいんだけど、もう少し冷ました方が良さそうだ。気をつけてくださいね。このまま食べるんですね。ハムが可愛いな。黒姫さんもよくフーフーしてから小さくかぶりつく。そもそもかぶりつくことも未経験なのかもしれない。そうか。うん。どう？はい、不思議な感じです。味よりも体験の方が感想としては大きかった。これも初めて？はい、初めてですね。また一口かじってから口元を押さえて口を動かす。ん？そそとした食べ方。なんつーのこれは。すいません、もう読めないわ。こういうのも白鷺学園の下校の楽しみということで。なるほど、皆さんの中では定番のことなんですね。湯気の立つコロッケをまたじっと見つめ一口。面白いです。微笑んだ黒姫さんは満足そうだった。まあでもよかったね、新しい発見ができて。謎は多いけどね。お、どうしちゃった？なんかカンカン言ってるね。なんだろう。えっとん？いつも通り3人で食べる夕食時、黒姫さんのことについて考えていたら、姉さんが困ったような声を上げた。どうしたの姉さん？だって今日2人とも無言だから。空気がすごかったんだな。あ、そうかな。もともとレイは無言だけど、俺も話してないとますます食卓に会話はなくなる。そうだよね。今日のご飯はどう？旬だからサバを買ってきたけど。あー、もうサバはもう味噌煮俺大好き。まあサバってなんか大体美味しいよね。しめサバとかもさ、なんか美味しいし。美味しいです。うん、脂が乗ってるからご飯が進むよ。わかります。わかります。たっぷりの大根おろしを乗せ、レイがサバをまた一口、あー、おろしでね、食っていく。いや美味しいよね。気に入ったようだな。よかった。ケンちゃんはなんだか元気がないみたいだけど。いや、元気はしっかりあるよ。そうかしら。
悩み事があるって顔に見えるけど。よくわかるね。そうなんですか。さすがだ。姉さんは俺のほんのわずかな変化も見逃さない。悩み事ってほどでもないけど、よくわかるね。そりゃ長い付き合いだもん。じゃあやっぱり悩んでるんだ。さあ。また撫でてくるのか。疲れてるの？じゃあ撫でてあげるわね、っていうね、ちょっと今噛んじゃったけどさ。そういう流れだったよね、前回。さあまた撫でてくるのか。私はわかりませんでした。何かあるんですか？でも興味深そうに視線を向けてきた。黒姫さんと特定できないことなら相談してもいいのかもしれない。隠し事のある人ってどうしてするのかと思ってさ。え？隠し事があるの？お姉ちゃんそんなに頼りないかな。いや違う、そういうことじゃないです。いや俺の話じゃなくて一般論だよ。知られたくないから隠し事をする。知られると不利益になるから隠す、だと思います。まあそうでしょうね。ごもっともだ。知られることで嫌な気持ちになったり傷ついたりするから隠している。合理的だ。まあな。まあ俺なんかもこうなんか個人情報とかねがっつり隠してやってるわけなんですが、まあそれは知られたらね、そのね、そういうのを流出しようっていう人も出てくるだろうしね。こう俺はいいけど家族にねとか友達にこう危害が及ぶ、まあ傷つく人が出るから、まあ隠してるっていうだけなんですが、まあまあそういうことだよね。まあ、合理的だよね、隠す。あとはすっごく悩んじゃってるのかも。おお、あ、なるほど。悩んでる自分を知られたくないみたいな。すごく悩んでる。うん、隠し事って知られたくないものと知ってほしいけど怖いから隠しちゃうものってあるでしょ。あー、知ってほしいけどね。確かに。うん、それ恋心とかですか。何ですかその、なんか意味深な表現の仕方というか。知ってほしいのに隠すですか。ありますね。代表的なものが、まあ心情というか。例えばドラマとかであるじゃない、好きな人に気持ちを伝えたいけど、拒絶されたり関係が壊れたりするのが怖いから言えないみたいなの。なんかそれをさ、その幼なじみの千歳さんが言うとなかなかなんというか、うん、面白いですけどね。いやー、実際ね、そういうパターンになりそう、なりうるのはちょっと千歳さんの方なんですけれども、はい。そういうのも隠し事でしょ。まあな、確かに。ツンデレというやつですね。あまり合理的とは思えませんが。いや、やめてください。あのツンデレ好きの方にちょっと。俺も含めなんですが。いや、でも、まあ、ツンデレとは言えないんじゃないかな。あ、でもまあ、何々じゃないんだからね、みたいなのは、まあそういうことか。代表的な例で言うとな。ツンデレ？ツンデレ、うん。お気になさらずに。とにかくそういう隠し事って他の人から見ると隠してるってわかるよね。確かに。気づいてほしい気持ちがあるなら態度に出ることはありそうだ。これって隠し事だけど悩み事でもあると思うの。うん、確かに。本人ではどうしようもないことだけど相談することもためらっているということか。そういうのはため込むより誰かと相談したり解決策を探したりして解消できたらいいよね。まあ、信頼できる人がいないと難しいよな。なるほど。隠し事であり悩み事、どうしてでしょうと俺に伝えてきたのは悩みに気づいてほしいからなんだろうか。確かにそうとも思える。それじゃあ始めよっか。お、ということで、じゃあ、まあそんなね、暗い話は置いといてというところでしょうかね。はい。夕飯？これから？行きましょうか。あ、終わったのか。夕飯の後片付けも終わったところで、姉さんがそんなことを言い出す。うん。なんか、ね、ちょっと箸つけただけだったから、これから夕飯をこうガッツリ行くのかなと思ったら、そうか、もう終わりか。始める？
いつもテスト前は一緒に勉強してるでしょ勉強を始めましょうってことね。ああ、そうだった。黒姫さんの悩みも気になるが、目下自分の悩みがどっしり待ち構えていたそっか、見てあげるから一緒に頑張ろう。いやでも千歳さんと一緒に勉強できるってなんかいいな。いや姉さんに教えてもらえるのはありがたいんだけどね。それでも勉強に積極的になれるほど人間はできていないそっか、まあケンイシ君もまあそっか、まあなんていうかな、あんまできない普通の側の人間だもんな、あの勉強とかに関してはおそらく。うん、ケンちゃんはそう言ってくれるよね。だが嬉しそうな顔を見せられては逆らう気なんて湧くはずもない。やるかもう意を決していきましたね。よし、全問正解、やればできるんだから。お、やるじゃん。練習問題の回答をチェックしながら姉さんがいっぱいの笑顔を見せてくれるなんかこの笑顔のために頑張れるよね。姉さんの教え方がうまいからだよ。実際テスト前は姉さんと宝泉に教えてもらい内容を理解することが多いいやいや、あの授業をちゃんと理解できるようにちょっと頑張れそれじゃあもう1ページ頑張ろっか。10分で。え、そして姉さんとやる勉強は結構スパルタだ10分でいやすごいなと思ったけど今。笑顔は観音様でもその内容は鬼を踏み抜く妙法様だった。了解。姉の笑顔にうまく乗せられている気もするが、勉強がはかどるのならいいのかもしれない。まあな、そこはな。言われるままにそのまま2時間ほど勉強を推し進めた。姉さんの視線があると頑張ろうという気になる。今日はこのくらいにしよっか。さすがに疲れたでしょ。ありがとうございました。あー疲れた。その言葉に脱力して畳の上に寝転がる。お疲れ様でした。俺の頭の近くに姉さんが腰を下ろすそしてそこにあれですか、その膝の上に頭を乗せてみたいな、そういうことですか。はい。え、ポンと自分の膝を叩くお、これはまさか。え、普通に寝転がってたら落ち着けないでしょだから膝枕いやいやいや、その座布団は何のためにあるんですかまあ座るためか座るためか。さすがに寝転ぶためにはないよな。ああそうか、じゃあお言葉に甘えるしかないかなこれは。いやいいよ。いいのいいの。前もね、だいたい千歳さんがしたいだけっていう本当そんな感じですね。俺の頭を撫でると少し強引に頭を膝に乗せてくる。グッてね、もうグッて入れてくるのか。なんかいいな。おお。はあ、落ち着く。落ち着くんだ。いやー、こっちはもうなんかね、上にすごいのがあって落ち着けないんですけど顔が見えてんのかなこれ。ケンイチくんのあれからさ、視点から、視線というか、その、何ていうの？まあ、視点か。いや、落ち着くのは俺の方じゃない？この膝に来る重みが落ち着くの、うん、落ち着き合いっこができるならいいよね落ち着き合いっこ、落ち着き合いっこ、変な日本語だが互いに安らげるのならいいのか。恥ずかしくもあるけどさ、ありがとう。もちろん姉さんの膝枕は初めてじゃないもちろんもちろんっていうのがね、うん、柔らかい太ももの感触と温かさ、緊張とくつろぎが湧き上がる。とはいえ総合的には落ち着くそっか、はあ、視線を上に向ければ姉さんの微笑む顔が俺を見下ろしているよく見えるな。いやー、あれなのかな、間から見えてんのかな、うん何の間とは言わないが、背丈の差でこういう状況はあまりない。昔は
姉さんの方が背が高かったから、この状況は懐かしい。だから落ち着くのかもしれない。ついでに、耳のお掃除もしようか。マジですか。マジですか？耳かきもしてくれんの？マジ？そこまでしてもらわなくても。だーね。リスニングの問題もあるんだから、耳かきしておかないと聞こえないでしょ？そうですね。リスニングの問題もあるからね、そう、合理的な判断ですね。どうぞ、みたいな。もうね、建築もただされたいだけ、みたいな。俺の耳を軽くつまむと中を覗いてきた。もう問答無用なんだ。まあでも、あれか、ケンイチ君もまあそんな嫌でもないだろうからな。ほら、結構溜まっちゃってる。じっとしててね。綿棒、綿棒っと。綿棒を浅く耳に入れ、中を撫でる。あ、くすぐったいって。我慢、我慢。もう少し深く入れるよ。大きいの取れそうなんだから。綿棒が耳の奥の方まで入ってくる。耳かきもいつも姉さんにしてもらっているからくすぐったいけど嫌な感触はない。はい、こーしこしっと。こーしこしね。うん、逆じゃないからね。何の話だ。囁かれると自然と体の力抜けてしまった。お疲れ様。姉さんこそ勉強を教えてくれてありがとう。教え子が優秀だからこっちも楽しいよ。いい子いい子。空いたもう片方の手で頭を撫でてくれた。だから困ったことがあったらいつでも話してくれていいからね。ぽつりと言った言葉に視線だけ向けると姉さんの慈母のような笑みは変わらない。慈母のようなね。秘密を持つのは当然だと思う。私だってあるもの。お、千歳さんの秘密か。だけど辛い思いをするのだったら秘密にしないで。何もできないかもしれないけど誰かに話したら楽になる。そういうこともあるから。うん、俺が隠し事をしてるわけじゃない。でも姉さんは心配してくれる。でも逆に心配になっちゃうな。なんか、うん、千歳さんの隠し事というか。迷っても悩んでもこうして支えてくれる人がいる。それが一番俺の力になっている。わかってるさ。おや、え。ごめん、今ちょっとクリックをさ、タタタタタって押しちゃったからさ、親のところでさ、親のところをすっ飛ばして俺が親のところにへって言ったらさ、こっちでもへって言ったからさ、タイミングがやばかった。なんかちょうどへってなっちゃったね。すいません。お風呂上がった？風呂上がりの霊がバッチリ俺たちを見る。耳に綿棒が入っているので動けない。そんな俺たちを霊はしげしげと眺める。なるほど、兄弟はそういうこともするんですね。うん、たまにはあるかもしれないけど。だいたい母さんとかがしてくれんじゃないか、その、うん、あと自分でするとか。そうよ。そうなの。やばい、霊さんの中でのその兄弟像がどんどんアップデートされていく。そういうわけじゃない。認識が違いますね。認識が違いますね。むしろ間違った認識を霊に植え付けている気がする。兄弟を知ったばかりの霊に俺たちはとんでもないことを教えているのではないのだろうか。そうだね。なんとかちゃんと分かってる人がいてよかったよね、ケンイチ君が。そんな不安がよぎる夜だった。不安しかないわ。はい、ということで、じゃあ今日はね、今日はというか、この回はここまでにしましょうか。はい、ということで、まあとりあえず隠し事についてちょっと触れられましたね。うん、まあ今までなんだかんだやっぱこうみんな触れてなかったからさ、ケンイチ君もまあ分かってはいたけど、まあいいかなぐらいだったからさ、
まあそこに対して健一くんがちょっとまあ問題意識というかね、どうしようかみたいな感じでまあ悩んでいるところに、今の千歳さんのね、まあ、計らずもまあ隠していることっていうところがね、あの相談していく中でまあ分かってしまったわけなんですが、まあそこら辺もね気になりますけどね、千歳さんの隠し事。まあまあでもそれ以上にまあ気になるのがやっぱ夕日さんのことですよね。まあ時も言いましたけれども、そのね、まあだからさっきも言ったけど、まあなんでそんな夕方にねわざわざ来るのかみたいなね、連絡みんなとの連絡先をね確認せずに、まあ連絡せずに、まあわざわざ遅れてやってきて寝てるのかねえ、まあ何かしらの用があるのか、まあ何なんでしょうかね、なんか秘密がありそうだなっていうのはもう前々から言ってるわけなんですけどね、もう何回もすいませんね、はい。まあ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 、そんな中ね、それがわからない中、まあ今ね、ずっと続いてるわけなんですが、まあ体験版なんでね、もう、まあ、この話も毎回してるんだけど、その秘密はまあ暴かれないのかなというところもありつつね、まあ、どうなっていくのかなということで、まあ次回もね、見て、いきましょうか、気にしつつね。はい。でも今回はまあ、千歳さんの耳かき会だったと、膝枕会だったということなんですけれども、いや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 、すごいですね何がとは言いませんが、改めていや一部分がすごいなと思いました。はい、ということで以上にしたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録の方ももしよければよろしくお願いいたします。それではバイバイ。